皆さんこんにちは、Let it be 私たちの音楽史、ギタリスト皆さんと一緒に旅をします堀尾和孝です。よろしくお願いします。ちょっと僕の仕事のね、仕事の都合でしばらくお休みさせていただいた私たちの音楽史ですが、そうですね、またね楽しく復活させていただきたいと思います。大まかな今までの流れはですね、コロンブスのアメリカ大陸発見からそうですね、奴隷戦によってたくさんアメリカ大陸、いろんなね世界中にでもアメリカ大陸にたくさん連れてこられた黒人たちがですね、奴隷としていろんなところに売られ、特に南部の方で農園、そうですね、プランテーションの方で奴隷として働かされですね、でもね辛いそういう歴史の中から彼らのバイタリティの中から、いろんなワーキングソング、労働歌ですね、そして、ブルースの元々のね形が原型が生まれですね、そうこうしているうちに南北戦争が、勃発し、リンカーン率いる奴隷解放を叫ぶ、北軍がですね勝利を収め、その北軍がそうですね勝ったことによって南軍がですねチリチリになって、ね、いろんな楽器がその辺にですね安く売られたり、もう本当にね、スクラップのようにあったのを黒人たちがまたそれをこうね拾ったり、まあ手に入れてジャズの原型ができたりっていうね、そういう歴史からですね、またそのまた主に南部からねそれが生まれたわけですが、南部からまたミシシッピ川とかねそういうのをこう北上して、まあね五大湖の周辺、シカゴとかですね、その辺でまた、モダンジャズのね原型ができたり、そういうジャズから生まれた、そうですね、その近くにいたブルースも、モダンブルース、シカゴブルースとして発展していくっていうようなところまで行きました。で今回はですね、ちょっとね、視聴者の皆さんからちょっと堀尾さんブルースの紹介が甘かったんじゃないっていうようなご意見をいただきましたので、そうですね、まあ、ブルースのお好きな方なら誰でも知ってる超レジェンドの、ロバート・ジョンソンをちょっと今回はねスピンオフな感じでご紹介させていただきたいと思っています。そうですね、まあロックもう今のですね本当にロック界のそれこそレジェンドのエリック・クラプトンやキース・リチャーズがですね、もう崇拝するっていうか、まあ本当に彼らのもう神様みたいなもんですよね。ローリング・ストーンズはそうですね、ラブ・イン・ベインというですね、曲で取り上げたり、エリック・クラプトンは有名なそうですねクリーム時代の、クロスロードとかで、ロバート・ジョンソンを紹介したりしてます。まあかなりね原曲とは違うニュアンスなんですけど、まあそんな、そうですね、ブルースっていうのは本当にあの、僕たちが大好きだった僕たちの年代がね、ロックの中にこう深く刻み込まれていますし、そのね、DNA は僕たちのやっぱこうミュージシャンとしてのですね、DNA にもうかなり強力に、なんていうかな今でもこう根付いているわけですよね。そんな、まあ、ロバート・ジョンソンです。彼はですね、生まれはそうですねミシシッピ州で生まれたらしいです。1911年ですからもう110年以上前ですよね。やっぱご多分に漏れず、まあ、貧しい家庭に生まれ、しかもねお母さんは自分の旦那じゃなくて浮気相手との子供だったらしいんですね。そのまあ、あのお母さん、彼のお母さんも離婚し、また結婚してですね、でその再婚相手と、まあ、ロバート・ジョンソンは、結構ですね、あの、まあ、仲良かったかどうか分かんないけど、一緒にね農場を手伝ったりして働いてたんですけど、ロバートが実はやりたかったのはやっぱりね、音楽 で彼はその当時はですねハープね、ブルースハープの名人だったらしいです。で、そういう、まあ、ブルースハープがうまかったので、そういう、まあね、子供だったんだけど、
10歳過ぎぐらいにもですね、そういうブルース酒場、向こうのね、ブルースやってる、まあそういうこうね、まあ飲み屋に出入りするようになったら、そこにですね、当時、まあ今でも有名なサンハウスとかですね、そういうこう、レドン・レジェンドの中でもまた濃い、ブルースミュージシャンがいたわけですね。で、彼はまあね、ブルースハープが上手だったから、そういう中でも珍重されて、ああ、じゃあお前面白いよ、じゃあハープ吹いてみろよってね、やってたらしいんですが、やっぱね、ギターは、ね、うまいサンハウスとかですね、彼らのこう演奏を見るにつけて、ちょっと僕も弾かせてみてくださいって言ったら、吹かしてくれたらしいんですけどね、その頃はもう何にも気なくて、まあなんかこうね、彼はまあ、ちょっとギターちょっと上手くなりたいけどどうしたらいいのかななんて思ってたところにですね、またあの彼のギターの師匠がですね、ですね、出てくるわけですね。うん、その、ギタリストがですね、アイザージア・ジマーマンというですね、そういう方らしいですね。その先生に、まあ、先生っていうかね、随分こうくっついてあのギターを習ってですね、割と短い短期間の中で、ロバート・ジョンソンはギターが上手くなったらしいですね。あまりにも急に上手くなったんで、みんながですね、お前はどうしてそんな上手くなったんだ、あいつは悪魔に魂を売ってその代わりにギターのテクニックを授かったんだっていうですね、まあ、そういう伝説ができたっていうのが、まあ、クロスロードっていうね、彼の有名な曲の、歌詞にも出てくるらしいんですね。まあ、ちょっとね、その辺前後してんで僕もね、はっきりと言えないんですけど、そういう、まあ、ブルースの原型を、作った当時の人たちの中でもね、ロバート・ジョンソンがやっぱり、まあ、本当ね、やっぱこう、特にすごかったのは、まあ、当時こう、ブルースの中でもこう、こういうリフ、まあ、こういうの歌う人はね、たくさんいたんですね。へいへい。そこにあの、まあ、ロバート・ジョンソンが持ち込んだのは、こういうブルースのこうバッキングをしながらこう、ブルースのバッキングをしながらこういうメロディーも歌もこう挟んでいくっていうようなね、そういう奏法だったわけですね。でみんなびっくりして、いやあいつは悪魔にタクシーの魂を売ったんだっていうような、そういうね、伝説が生まれたという噂もありますね。そんな、まあちょっとじゃあ、このリフとね、ベースラインとかと一緒にこうメロディーっていうかね、弾くっていうね、ロバート・ジョンソンの奏法をね、ちょっと、まあ僕はそれはね、ちゃんとはね、あの、やってないんですけど、まあなんとか、ブルース、そうですね、ロバート・ジョンソンっぽい弾き方でやってみたいと思います。歌は下手なんで歌いません。よろしく。そんな感じでですね、いろんなですね、今盛り込みながら弾いたんですけど、まあこうね、ベースのバッキングをしながらメロディーを弾いていく、まあ、まあ僕はね、今弾いたのは大体僕のスタイルなんですけど、そういうロバート・ジョンソンのそういう影響も受けてる、
わけでございます。そんな、まあそうですね、彼の代表曲であるですね、まあその一つの、クロスロードっていう曲はですね、十字路、ね、クロスロードっていうのは十字路ですね。で、彼はそこに行って魂を売ったっていう、まあ伝説が残ってるんですけど、実際にそれはミシシッピ州の、クラークスデールという町にあるらしいんですね。観光名所にもなってるそうです。本当にその周辺でやっぱり影響を受けた多数のブルースミュージシャンもそこからですね、排出してるらしいんですね。まあそんな、中からまた彼の、そうですね、後を継いで、マディ・ウォータースやですね、まあ、エルモア・ジェームスとかですね、いろんなそういうこう、自分で弾き語りしながら、ガンガン弾いていくっていうですね、ブルースミュージシャンが育っていったわけですよね。実際彼はもうでも2回ぐらいしかレコーディングしてなくて、2回に分けて、そうですね、29曲ぐらいしか残してないんですけどね、それが1回ボックスセットで、そうですね、2、30年前かな、それが発売になって、実は僕もね、買ったんです。大変貴重なもんなんですけどね。まあずっと同じ調子で繰り返されるんで、ずっと聴いてるとちょっと辛くなっちゃうんですけど、そんなロバート・ジョンソンのですね、本当に濃い、めちゃくちゃ濃い歴史がですね、僕たちね、そうです。1911年生まれですね、確か27歳ですから、38年、1938に、27歳で亡くなってるんですよね。そこからもう27歳伝説っていうのはそれも生まれまして、27歳で亡くなったミュージシャンっていうのは非常に多いんですね。まあ有名なところで言うと、ジミ・ヘンドリックス、そうですね、ジャニス・ジョプリン、そうですね、確か、デュアン・オールマンもそうだったかな。他にも2、3人いたと思うんですけどね。そういうなんか27歳クラブっていうなんかこう伝説の、亡くなった人のまあクラブがあるという噂もあります。本当に彼はですね、天才がゆえに、なんかな、やっぱりこう、モテたんでしょうね、男前だったしね。最後は、その彼が演奏してたのかな、そのクラブのオーナーの奥さんに、手を出しちゃって、で、それでそのオーナーにですね、毒殺されたという噂まであります。なかなかね、もっと生きてたら、すごい曲いっぱい残してたんでしょうけどね、まあ、地味編もみんなそうですね。でも神様はなんかそういうすごい人を、ね、早く召してしまうっていう、そういうところもあるような気がします。僕はね、もう古希に近づいてしまいましたからね、60、今年で9ですから、そんな風に召されなくて済んだというか、そんな才能もなかったなと思うんですけど、はい。ではそんな、ロバート・ジョンソンのね、まあちょっとこう今回特集ということでやらさせていただきましたが、じゃあ最後にですね、エリック・クラプトンなんかもカバーしました、そうですね、クリーム時代にカバーした、僕もじゃあそっちの雰囲気でちょっと弾いてみようかな今日は。クロスロードやってみたいと思います。Thank you.
はい、どうもありがとうございました。最後まで視聴していていただきありがとうございました。まあそんなわけでね、次回はまた、そうですね、その前の流れに乗って、そうですね、五醍醐周辺でシカゴブルースとかね、そういうのが発生してジャズもそうですね、佳境に差し掛かっていく、そしてニューヨークとかの方に流れていくっていうですね、そういう本編の方に戻ってまたお届けしてみたいと思います。はい、では今回は Let It Be 私たちの音楽史、特集ロバート・ジョンソンをお届けしました。また皆さんね、この、また、チャンネルで、チャンネルじゃないか、YouTube でお会いしましょう。今日はありがとうございました。さようなら。